どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。ということで今回はですね、公式発表でさらに追加重大発表がありまして、4ヶ月で新シナリオが更新されていくよっていう情報があるんですけども、それについてですね、かなり賛否両論になっているので、こちら動画やっていきたいと思います。で、今回の動画はですね、まあ賛もピもどちらもですね、まあ分かるなっていうところはあったりするので、ぜひとも皆さんコメントやね、高評価ボタンもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでまずは公式情報を軽くおさらいしていきたいと思います。こちらのね、レターが出ていてですね、今回の話これですね、今後は4ヶ月に1回のペースでの追加がですね、育成シナリオをされていくということです。で、あとはですね、ここだけを見たら4ヶ月なんですけども、他にもありまして、これね、今回特化型のシナリオですよっていう感じで、マイル中距離向けっていうのが、明日来る新シナリオ UAF になっております。で、今後はですね、シナリオごとに特色を出して差別化してお届けしていくっていう感じなんで、次以降のシナリオは他の距離向けのね、進化スキルっていうのが出てくるので、結構ね、その使い分けにもなっていく、まあパワープロとかをね、先ほどの動画では例で出しましたが、投手向け、野手向けとか結構ね、分かれていたりするっていうのがね、パワープロでもあるという感じです。なんでここで言いたいところで言うとですね、4ヶ月ごとという情報もあるんですけども、さらにね、ここもまあ読んでほしいところでは、このね、シナリオごとの特色っていうところね、これがあるので、それでまたね、あるっていうところと、他の距離向けということで、今後もですね、まあ、どんどんね、使い分けになってくるということはですね、まあ、インフレはマイルドになって、そのね、距離ごとに、いろんなシナリオやるのかなという感じっていうところは、少しね、インフレの話ではあります。はい、で今回ですね、賛否両論なんですけども、皆さんのいただいたコメントでですね、ちょっとピックアップして喋っていきたいと思います。まあいろいろな意見があってですね、まずはですね、課金圧がね、上昇しちゃうという話がありますね。やっぱりですね、4ヶ月に1回新シナリオが出ると、例えば今回も友人サポートカードあるんですけども、じゃあ友人サポートカード4ヶ月早期に出るのか、それをどうするっていうガチャ圧、課金圧っていうね、そういうところはですね、まあ気になるのかなというところです。なので、まあ、そこでですね、まあ、無課金、微課金への、ね、有料とかもあったりするというところでね、そういう件もあったりするんですが、皆さんはどう思いますでしょうか。はい、でこれもですね、シナリオ4ヶ月ごと、まあ、たまるジュエルも、まあ、少なくなるよねっていう話で、あとは被らなくなるということで、やっぱり、ね、課金圧増加という、ね、意見もあったりします。まあここら辺ね、ここら辺が結構ピの意見でですね、ガチャとかガチャアツがやべえだろうっていうね、話があるのかなというところで、確かにまあね、そのね、友人とかはそのシナリオにめちゃくちゃ特効で、例えばギミックに絡んでしまうと、そのね、英知の数が増えるとかだとないとできないので、今後どうなるかというところで、今回の友人はなんか体力なんで、まあでもないとな、結構きつそうでもあるんですけども、なんかちょっとずつね、シナリオの風潮変わってくるのかなとも思っております。はい、で次なんですけども、4ヶ月だと友人カード R や低凸の SSR でそれなりに使えるようにしてほしいみたいなね、そういう意見もあります。これについては、まあ、R 代理とかありましたね。あとは、まあ、メイちゃんも2凸3凸とか、友人の使うシナリオでは2凸以上とかしていくと、まあ、やっていけるかなというところではあるんですけども、まあ、そういうところで昔のね、 R 使えた時めっちゃ良かったなっていうのを思い出したりしました。はい、であとはですね、シナリオ更新頻度上がるのは嬉しい、楽しみっていう感じがあります。まあ個人的にもそのね、アプリによっては全然コンテンツがねえぞって悩んじゃうアプリもあったりして、これはまあ本当に一例ではありますが、呪術廻戦ファントンパレードというゲーム、ファンパレとかはですね、もうむしろコンテンツくださいよくださいよってなっているので、まあそっちよりいいんじゃないかなと個人的には思っていたりします。全然更新なくてやることないぞってなるよりは嬉しいっていうのは、私もですね、ちょっと思ってることではあります。あとはですね、今までのシナリオの救済があるかとかね、そういうところもあったりしますが、まあ今までって言ってもね、ラークとかだと最新なんで、メイちゃんね、なんか復刻、あのセレクトガチャで出てたんで、ラークの復、まあ復権とかなんかね、距離別で使うとか、そういうのもあったりしてもいいかもしれません。ちなみに進化スキルがですね、今後のシナリオでは出ますって書いてるんですけども、逆にですね、今後、あ、以前のシナリオに出ないっていうふうには書いてないんで、ラークぐらいだったらリワークしてもまだやれるんじゃないかなとね、ステータスのね、もらい方的にはそういうところも考えてはいるかなっていうのが私の意見でもあります。
はい、であとはですね、距離によって育成シナリオ変わるのは面白いというところで、まあ、あとはダートのシナリオとかね、いろいろ出ると思いますので、そういうところではありますよね。はい、でこれですね、同じ意見でもありますが、最初のうちは友人揃えるのが大変そう、まあ、ここが結構やっぱりみんな気にしてるところで、今回も友人がありますが、友人サポートカードを全部用意するのかよ、大変だろうっていうね、そういうことではあるかもしれません。やっぱりあとはですね、6ヶ月同じだと飽きちゃうからっていうところね、これもですね、私もまあそうだなとは思います。やっぱりね、シナリオ末期になってくると、まあ、やること煮詰まっちゃったりして、みんな同じ視点になるっていうところがあるんで、新しいの来るのはいいかなとは個人的にも思います。はい、であと次ですね、これ4ヶ月少しありがてえっていう感じなんですけども、じゃあその対人コンテンツどうなるのっていうところで、私もねスライド作っていて、まあこういうふうに同じくなったんですけども、まあ、次ですね、3月はマンスリーがあります。新しいね、まあ、対人なのかなあれまあ一応対人みたいな感じで、4月マイル、単身マイルっていうチャンミ、ここも発表されてます。なんでここまで確定でですね、その後じゃあどうするのっていう感じで、 LOH に関してもその休止というかなんか書いていたので、またあるかもしれないなってなって、じゃあ次、マンスリーはベータ版って言ってたんでチャンミになるのかなっていう、まあこういうローテになるのかもなっていう考察もしていますが、まあそういうところでね、じゃあそのやるコンテンツ、じゃあどこでね走らせるかっていうところもちょっと重要になってくるかなというね、そういうところであります。マンスリーは結構初心者向け、 LOH は上級者向けに振っているというところなんで、まあ皆さんもどれが一番好きになるのかとかね、月1のねやっぱり盛り上がるイベントなんで、これどれやってほしいとかになっていくのかなというところも気になっています。ここら辺もねぜひともコメントください。はい、であとはですね、このマンスリーとかじゃなくてですね、シナリオの話ですね。今回フリー王装が出ておりますということで、これがダーレーのね馬という感じです。でそれはやっぱドバイなんですよねっていう感じ。トランセンドもまあファルコとかもね、いろいろね、まあやっぱありますが、そういうところで海外に遠征していくドバイワールドカップの話ね、ありがとうございます。競馬をねどんどんね、これで競馬知らない人も詳しくなれるんで、こういうコメントもありがたいんですけども、こういうところでね、イクトワールピサも出ていてというところで、こういう話もあったりします。であとはですね、今年からそのダート3冠というのが追加されますよねという話もありますので、そういうところでさっきのね対人戦の、チャンミとかの話ではなく、今後のアップデートの話ですね、こんな風になるのかなというところではあります。今回明日来るのが UAF の新シナリオと3周年が来ます。で今後ですね、4ヶ月おきに新シナリオであれば、それがね言われていますので、6月に次来るよねっていう感じで、そこがですね、なんかアニバとどうするのって感じに私もなっていて、じゃあ次8月はハーフアニバーサリーなんですよね、 3.5 周年つって、じゃあこの間2ヶ月間になって、でその後、まあ、6月から4ヶ月後新シナリオがまた出ますよねっていう感じになってくるのでですね、ここら辺がですね、まあ、課金圧にも関係するかもしれませんが、ガチャがどうなる、じゃあハーフアニバーサリーは何出すんだっていうね、そういうところが一つ目のポイントとしてあります。これね、ハーフは今までは新シナリオが来ていてね、今までだと2月8月だったんですけども、4ヶ月になったおかげでね、この間に、まあ、今年中に3シナリオが来るっていうことになりますので、ここが一つね、なんだろうっていうふうに個人的には思っております。であとはさっき言っていたね、ダートの話ですが、次じゃあ6月ですね、2月は今回ですけども、ここがですねやっぱダートなんじゃないかなと個人的には予想しています。むしろ今回がドバイなんじゃないかなとかね、あの樽前のサポートカード出ましたよね、樽前出てダートのなんかスタミナサポカが出ていて、これをガチャで引かせるけどダートチャンピオン終わったやんけっつって、じゃあ次のシナリオダートでリンクとかをつけるのかドバイでって思っていたんですけども、それが6月に来るのか、はたまたどうなのかとかね、いろいろあってね、なかなか面白いところではあります。まあ、シーマ娘ちゃんにもダートが出ているのか、いろいろさっきのね、話もあって、6月ダート読みではあります。はい、であとですね、最後なんですけども、シナリオ1周15分以内で終わるように時短してほしい、長すぎるよマジで、いやこれだなと思いました。まあ、シナリオ追加じゃあ、ね、まあ、いろいろしますよっていうことですけども、一番やってほしいのこれですね。時短してほしい。いやマジで。だから結構今となってはね、ラークの評価ね、まあ、運ゲーでもあるんですけども、ラークってやっぱ次多分明日ですね、新シナリオ来るとラークよりは絶対時間伸びるっていうのがですね、これですね、この先行プレイの動画でもね触れているというか、コメント
ント欄に書いてあるんですけども、1周がですね先行プレイによるとですね30分とか、まあその前のそのラークの前メイクラとか、メイクラじゃないですね、クラマスよりちょい早いか、そのギミックね英知を押さない分少し早いか、慣れればそのくらいになりますが、やっぱり期間がですね3年間やって URA ファイナルズ的な感じで、期間長くなっちゃうんで、やっぱ長くなるなっていうところがあったりするので、いやマジでこれ時短がオールウェイズ私は欲しいなっていうところが、まあ一番ね共感した意見でございます。いやマジでねレベルの高いジローをオールウェイズで出してほしいんだよな。うーん、オールウェイズでね時短シナリオを待っております。だから次とか時短シナリオだったらガチャ熱い、また海外遠征するかっていう感じがやっぱね一番あると思います。なんか他の話としましては、その時短の話ではレンタルがですね10回になるということで、まあ、もし全部を飲酒周回したら1日レンタル飲酒周回10回っていうのはねなかなか大変だと思うのでね、そういうところもあったりします。それがねバカライブの情報でもありますが、まあ10回に関してはまあレンタル本育成をすればいいのかなというところで、本育成でレンタルを10回も使えば結構いい因子が使えるんで、まあ因子周回でがね楽になるっていう感じで受け取ってもいいのかなと思いますが、そういうね、育成時間の話もあったりします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。いや皆さんどう思いましたでしょうか。あとですね結構これもですね時間経ったり新シナリオを開けてみてとかでもねいろんな意見がね皆さんの考えがあると思うのでコメントよろしくお願いいたします。であと余談ですけども YouTube に投稿っていうなんかアンケートとかね、なんか X みたくできる場所あるんですけども、そこでアンケート取っていますので、まあちょっと投票ポチッとしておいてください。まあいろんな意見がある、しそれでしょうがないなとは思います。あと他にあった意見としてはそのねパックライブ TV で言わなかったっていうのが後出しっぽくなるみたいな、そういうのもあったりするので、そういう皆さんの意見を見るのも楽しいですし、今回もねこれ結構割れる話だと思うので、いろいろ聞かせてください。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。明日はですね先行プレイで、明日になるとこの4ヶ月ごとで嫌だなとかいいなとかの話よりもやっぱりこっちの解説になると思うんで、こっちを楽しんでいくっていうとこメインでやっていきましょう。明日もですね、新シナリオ UAF の、UD ランク作っていきたいと思いますので、ぜひともご期待ください。それでは最後までありがとうございました。のっちん TV でした。またお願いいたします。先行プレイからもね読み取れるところで結構ですね新シナリオ面白そうなんで、よろしくお願いします。それではありがとうございました。またお会いしましょう。のっちん TV でした。またな。バイバイ。